ポンデザールワインコレクションポンデザールは、フランスのパリ、セーヌ川に架か,かる橋と同じ名を付け2010年に創業したハイエンドのブランドである。パリと香港を拠点とし、食とアートの融合をコンセプトに最高級ワインと、スピリッツの厳選コレクションを展開している。ポーンは架け橋、ARTS はアート。アートとワイン、東洋と西洋。 ワイン収集家と初心者、それぞれをつなぐ、架け橋の意味も込められている。発表されたワインコレクションは、最高峰のアートと最高級のワインをつないでいる。創業者は、二人の若い、フランス人、アルチュールド・ビルパンとピボー・ポンタリエ。2010年、香港で出会った二人の若者は、フランスが最も得意とするものを世界に、発信したいという共通の信念で、意気投合。 フランス元首相を父に持ち、アートの造形が深く、ワインを好むワルチュール。シャトーマルゴーの総支配人を父に持ち、自らもシャトーマルゴーのアジア地区アンバサダーとし、ワインを深く知り、アートを好むティーボー。二人のプロジェクトには、彼らのフランスのルーツと、豊かなカルチャーに根差した洗練されたライフスタイルや、個性、彼らのセンスのすべてが凝縮されている。ポンデザールは2010年から、 限定生産のアートとワインのコレクションの制作を、はじめ、今では20カ国以上に輸出されている。ティボーと、その父、シャトー、マルゴーの偉大なる、ワインメーカーであるポール・ポンタリエ氏は、この希少なワインのコレクションを実現させるために、ボルドーとブルゴーニュ地方のワインエキスパートとともに、長い時間をかけ、テイスティング、ブレンディングを行った。フランスで最も優れた、 テロワールとブドウを探し求め、この稽なプロジェクトのために行われたテイスティングは700種以上に及ぶ。そのプロセスを見ていたアルチュールはワインそのものがアートであると述べている。それぞれのワインボトルに飾られるアートは、そのワインのフレーバープロファイルに合致するように、アーティストと共に慎重に選ばれている。創立者の二人は、パリや北京のアーティストのアトリエを何度も訪れ、 ポンデザールを介して優れたワインを飲むことと優れたアートを鑑賞することが本質的にリンクすると確信に至った。ポンデザールは限定生産のボルドーとブルゴーニュを厳選して提供。通常はボルドーとブルゴーニュのように異なるワインを一つのセットとして扱うことは珍しく、二つの有名なワインの産地が融合した初めてのユニークなコンセプトでもある。 ボルドーとブルゴーニュのように異なる種類のワインを一つのセットとして扱うことは珍しく、ポンデザールがワインの産地の架け橋になることへの期待も込められている。コレクションはフランスのアートデビブレ・アールド・ビーブルの技を結集し、すべてがテーラーメイドで作られた喫水のフランス製品である。美しいデザインのボトルラベルは高品質のリトグラフ用紙を使用、ボトルは コニャック地方で彫刻されている。ワインの総生産数とシリアルナンバーは各ボトルの裏に刻まれており、一本一本のボトルが出自を示している。ザオベオキザオオキポンデザールと最初にコラボレーションをしたアーティスト。フランス現代絵画の巨匠。北京、総長の王族の名家に生まれ、中国美術学院で絵画を学び、27歳でふつ フランスの美術アカデミーのメンバーとなり、20世紀のパリ前世時代に活躍、フランス国籍を取得、最も成功した中国出身のフランス人画家となった。中国水墨画の伝統に根ざした東洋と西洋の美意識が融合した独自の叙情的抽象の世界を作り出し、風景、自然をテーマに空間の奥行きを感じさせる抽象絵画はヨーロッパの抽象画に、 新しい可能性を開いた。ゆえ民順、ゆい民順、中国の代表的なコンテンポラリーアーティスト。北京を拠点に活動。自分自身の笑う姿を鮮やかな色使いと大胆な画風で描いた油絵で知られて、一度見たら忘れられないインパクトは世界から脚光を浴びている。ザオウォーキーの下で経験を積み重ね、中国を代表する新世代のアーティストに成長。 彼の作品は多くの美術館やギャラリーで収集され、シャープな芸術的特徴は世界のアートシーンにおける中国現代アートの地位を確立するために重要な役割を果たしている。ミーケル・バーセロ・ミケル・バルセロ・バルセロナ沖のマヨルカ島の出身。スペインを代表するコンテンポラリーアーティスト。作品は絵画と彫刻への実験的アプローチで知られている。 世界中のアートムーブメントを融合させ、複数の文化の架け橋となっている。実際、1980年代はヨーロッパ、米国、南アフリカを駆け巡り、彼の2番目の故郷となったパリに2つ目のスタジオを開設。バルセロはルーブル美術館に作品が展示された最年少のアーティストであり、パリのピカソ美術館でも展示され、さらに、 ジュネーブの国連欧州本部大会議場の天井壁画山ヨルカ大聖堂の礼拝堂、逆立ちした像など変幻自在なアーティストとして多くの作品を制作している。2011年、ティボーとアルチュールは香港を訪れていた日本の若き実業家ユリーカと出会い、そのセンスに共感し、日本での展開をユリーカに要請し、ユリーカも彼らの希望を快諾。2015年には、 ユリイカはジャパンアンバサダーに就任。2016年、2017年連続でアートフェア東京のスポンサーとなってワインコレクションを提供している。ありがとうございます。